ベルリンの全12区ベルリンの区及び地区一覧では、ドイツの首都ベルリンの全12区及び96地区の概要を説明する。ベルリンは都市州であり、区内市は行政区から構成されている。ベルリンの各区には区議会があるが、行政の一部である。各区には区長が置かれ、区参事は各々の行政担当部署に属し、また各区では区長が選出される。 各区は地区に分かれている。その多くは長い歴史があり、かつては独立した都市、村、農村であった。1920年10月1日にこれらが合併し、大ベルリンとなった。当時は全20区であった。合併以降ベルリンは一つの自治体であるため、各区には独自の行政機関があっても自治体としての法人格がない。地区は統計データの区画として、 また地元の寄り所として今なお重要である。各地区には4桁の番号が振られ、最初の2桁枠を表している。各区の回区画には、地区の他にも、ベルリンをさらに細かく195に区画する、統計区画があり、こちらの番号は3桁である。統計区画の一例としては、シェーネベルク地区のバイエリシェスフィアテルがある。なお名称は、街路名が、 バイエルンの都市から取られていることに由来する。統計区画はむしろ外区や居住区に近く、地区の境界を越えることがある。この場合には統計区画を地区に置換できない。例えば、流動統計区画は、一部は流動地区、一部はグロピウスシュタット地区にまたがっている。特別な目的のために、統計区画はさらに細分化されることがある。例えば交通計画では、 特定名のある交通セルごとに分割され、さらに特定名のない部分交通セルへと細分される。具体例を挙げれば、005統計区画の005に、交通セルの00521及び00522、部分交通セルは01区の0104地区に位置する。行政区画の用語が混同されることがよくある。公的な区と地区は一括して、区や区などと呼ばれる。外区は、 独立していない地区とされたり、誤って地区とされる。原因としては、今日の公的な地区の多くが2001年の行政改革まで個別の区であったこと、または以前の区と同名なことが挙げられる。そのため、これまで地区と呼んできた一般外区と区別しづらくなったためと考えられる。2000年までベルリンには全23区があった。 直近の2001年の行政改革の過程で2区または3区が合併し全12区へと再編された。なおすでに人口20万人を超えていたシュパンダウ区、ライニッケンドルフ区、ノイケルン区は合併から除外された。ベルリンの全12区と全96地区区の下には公的に96地区が設定されている。地区名は道路標識よく見られる。 なお緑色の地に黄色い文字で記した標識には、すでに廃止された、区名、地区名が今日も表示されている。さらに公的ではない地区、例えば以前の郵便番号に基づく、クロイツベルク61や SO36 などがある。ありがとうございます。